地球の瞬間だ。行くぞ、ヘイ。レディー。アラームメッセージ、後方に追撃。くそ。ハーフミサイル、発射用意。上腕伝達システム損傷、二次回路作動。まだやれる、諦めるな。こっちから行くぜ。分散して迎撃に当たれ。待って、僕の指示を聞いてください。覚悟しろ。アルバトロのエイジアスカ、地球は狙われている。覚悟しろ。切りまくる。にわかに信じられぬ話だ。後で説明します。今は早くここから逃げてください。高速接近する熱源多数。ここは僕が。早く撤退を。あのエイジというパイロット、少なくとも敵ではなさそうだ。彼は援護する。いいな。違うだ。了解だ。突起左遷目標を確認しよう。護衛目標を守るんだ。友軍として登録されていない機体だから、ロックインは可能だ。注意が必要だな。邪魔だ。これで、また見たことのないタイプか。臨床性に特徴があるので、死神様のお通りだ。安心だな。待ってください。敵の増援を確認。増援部隊を確認。あら、敵か。僕たちを追っているのはグラドス帝国の SPT 部隊。グラドスは太陽系から遠く離れた宇宙で、いくつもの星系を占領し支配している星間軍事国家です。聞いたことがあるぜ。確かポセイダルとも取引があるとか。そのグラドスがどうやら地球にある何かに目をつけたようなんです。何を狙っているのかは分かりませんが、彼らはそれを手に入れるために地球侵略を始めたんです。おとなしく降伏するんだ。僕はそれを知らせるためにやってきました。なんだってお前さんがそんなことを。僕の父は地球人なんです。父の名は君ですか。調べてもらえば分かります。ではグラドス軍の司令官の名前は。ルカイ。覚悟しろ。グロスコ提督の息子、ルカイです。どうやらグラドスから来たって
嘘じゃないよ。やられちまえってんだよ。ルカインが地球を狙ってるって邪魔だ。あんまりいいニュースじゃないわね。こちらの様子よ。しゃあ。だが油断は禁物だ。おらおら、ルカインとは死神様のお通りだ。有能で冷酷、おまけにパイロットとしたら腕も立つという話です。厄介な奴が来たな。ようやく木蓮との戦いが終わったと思えば、また新たな敵か。覚悟しな。おらおら、死神様のお通りだ。地球のシャルどもの感覚、殺せ、皆殺しにしろ。所属不明機攻撃してきます。この機体ただものじゃない。無抵抗の夢を殺すほど今こその人間は冷酷だったか。大中を殺してもグラドスの誇りは傷つかん。あんた邪魔しないで。こっちから行くぜ。二人とも準備はいいですか。任せとけって。行くぜ。騙しるんなら容赦しないからね。はあ、遠慮はしない。こちらの戦力は把握しておくべきだ。敵の反応すべて消失。あなた、エイジと言ったわね。大丈夫？大丈夫です。ビーコンに従って着艦してくれ。よかった、みんな無事に戻ってくれた。これより帰還する。結構な仕事だったぜ。